回は間違いやすい3種類のケア用品の使い方を解説します。まずはウィッグ用ヘアオイルのご説明です。ヘアオイルはシャンプー後自然乾燥の前につけてください。またパサつきが気になる時にもヘアオイルが役立ちます。毎日ウィッグをご使用になる方は2日に1回程度、たまにしか使わない方は使う日の前日にオイルをなじませておくといいですよ。このようにテーブルに置き内側からつけて毛先にもつけましょう。長めのウィッグの場合は特にオイルをつける前にブラッシングするのを忘れずに。ショートウィッグなら1プッシュ、ボブからミディアムウィッグなら2プッシュ、ロングウィッグなら3プッシュを目安にオイルを出して手になじませてからつけてくださいね。続いてアクアドールケアミストのご説明です。静電気が気になる時や毛が絡まってしまっている時に使います。内側の髪や毛先などを中心に全体に5プッシュ程度かけてウィッグ用ブラシで溶かすのがポイントです。静電気防止効果があるのでお出かけ前に摩擦の起きやすい部分に振っておくのもおすすめですよ。最後はデオドラントミスト、その名の通り消臭スプレーですよ。毎回ウィッグを外した後に使用します。ウィッグの内側と外側の両方に5プッシュ程度スプレーします。軽くブラシを通したらスタンドにかけて保管しておくのがベストです。いかがでしたか？意外と間違いやすいケア用品も使いこなしてウィッグがより綺麗に長持ちするようにお手入れしましょう。